はいどうもこんにちは、裏切りマンキーコングの藤です。タロ投げちゃうよ。はい、というわけで本日はですね、モンスターストライクの、悠々白書コラボのガチャを引いていきたいと思います。10連ガチャなんですけども、これね、そう、あのね、10連66個あるんで、一応回せはするので、はい、これはね、ちょっと中途半端なんですけども、で、今あの誘白ガチャしかないので、ちょっとこれでガチャっていこうと思います。いくぞー。これ音いいのか、これいい音なのか、これ、うん、頼むよ。まず全金はそうなんだけど、うん、まず1。おー、いきなりクワバラ。え、こんな簡単に出ていいもんなの。はい、あー、ハヌマン、まあハヌマンはまあいいや、猿だから。おお、え、簡単。誘白ガチャ簡単。え、マジ。あ、いや、桑原って、え、桑原めっちゃ出るじゃん。なんだお前お前なんだお前、何、え、何それ。よくわからんけど、お、え、の木が出て、お、玄海さん、え、結構出るね。なんか俺あの前のさ、あー、前のあのなんだっけ、あのマーブルツムツムの時さ、あんまりなんか振るわなかったから、結構出るもんなんだな。もうちょっとあるので、ちょっともう一回引いていきます。この16個残ってるんで、ちょっとね、比叡がどうしても欲しいんで、ちょっと比叡が出るまでやっていこうと思います。ガチャル、いくぞ。さあ、いやー、この音普通だな。普通な音されちゃうと困っちゃうんだよね。頼む、いいから、いいから、星5。いやー、クワバラ。まあ、クワバラは出やすいみたいですね、多分。クワバラは出やすいポケモン。で、クワバラ来て、さあ、そして、音はな、あんまりいい音出ないな。もうちょっといい音が出てくれればいいんだけど、ああ、限界さん。いやー、まあ、でも、誘白キャラが出るのは嬉しいんだけどね。嬉しいんだけど、ちょっとな、さあ、最後の、いきます。頼むよ。まあでも金は全部出るね。金は出るけども、いや、クラマかい。いや、ダブルな。おい、でもクラマって5だよね。あれ、星5は結構出てるってことか。まあ、まあでもな、いいっちゃいいのかな。まあ、はい。いや、でも冷え欲しかったな。はい、というわけでね、こちら、誘白コラボは、まあ、クワバラと、クラマと玄海が出たので、まあ、かなり勝ちではあると思うんですが、まあ、ちょっとね、でも冷えと、まあ、ユースケも欲しいですし、なんでもうちょっとね、また石を貯めて、回していきたいと思います。まだね、29日まで時間あるので、はい、どんどん回したいと思います。冷えが出たらね、ぜひともこのダンジョンもクリアしていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。